皆さんこんにちは。今日はですね、理解ニュースがあるので動画最後まで見てください。本当に最後まで見てほしいので、とりあえず登録させていきます。最後まで見ていてください。それでは動画の後にまた会いましょうということで、動画の後に See you anyway。 ウイルスと闘病していたタレントの志村けんさんが昨夜都内の病院で亡くなりました。70歳でした。志村けんさんは1950年2月20日東京都東村山市生まれ。1972年に22歳で芸能界デビューし、1974年にいかりや長介さん、高木ブーさん、中本浩二さん、加藤茶さんらがメンバーのザ・ドリフターズに加入し、8時台を全員集合、ドリフ大爆笑などに出演、国民的人気コメディアンとなりました。先月70歳を迎えてからも志村けんのバカ殿様、志村けんの大丈夫だなど数多くのバラエティ番組に出演し、精力的な活動を続けていました。今月17日体調を崩し新型コロナウイルスと判明。都内の病院に入院して闘病を続けていましたが、昨夜午後11時10分亡くなったということです。23日に新型コロナウイルスの検査で陽性と診断され闘病を続けていましたが、昨夜亡くなりました。志村さんは70歳でした。志村さんは今月17日に倦怠感の症状があり、19日には発熱と呼吸困難の症状が出たため、20日に都内の病院に搬送され、重度の肺炎との診察を受けて入院したということです。ちょっと本当にこのニュースはちょっと信じられないですけれども、だけどもこれまあそうですね、いやあえて言わせてもらいますけど、はい、誰にでも起こりうるんだっていうことを、何かこうこの志村さんが僕たちみんなに、それは年齢関係なしにやっぱり気をつけろよって言ってくれてるような、これ勝手に言うんですよ。いやでも本当そう思います。なんて言っていいか分かんないですけど、まあ、だから本当にこのコロナで感染を広げないということがこう、なんていうんですか、亡くなる方というかそういった方を増やさないようにするんだというとこですよね。誰もがこれ、志村さん自身が、まあ、春菜ちょっと大丈夫か、いや本当にそうですね、自分たちが気をつけることで自分を守るんじゃなくて、他の方を守るんだっていう意識を持たないと、収束しませんし、いや本当に志村さんは人に与えてきたことがたくさんあって、本当に最後の最後まで人にこうやっていろんな思いを与えてくださったなと思います。そうだね、この志村さんのこと絶対に心に留めなきゃいけないし、無駄にしちゃいけません、もう普通に感染させてしまうと、そういって亡くなる方も本当に今春菜言ったように、もう増やすことにも なるんだということですよね。いただいていたので、本当にそんな方があってこれだけ日本中みんなに笑いを提供して元気を、提供してくださった方がこんな、70歳という若さで、改めてこのコロナウイルスの怖さっていうのを今痛感してますね。いや本当そうですね、コロナウイルス、80% ぐらいの方は軽症で済む、でも 20% の方は重症化する、さらに高齢者の方が重症化しやすいという話も、当然言われてたんですけれど、こういうこと、志村さんもどこで感染したのかもちょっとわからない状況という、小島さん、なんかその市中感染というか街の中でという話ですけれど、自分もね、8時だよ全員集合とかから、ずっとドリフターズさんの見てて、やっぱり志村けんさんも笑わせてもらって、他の番組でね、出させてもらった時もすごく優しくしていただいたので、ちょっと本当にこのニュースは今これで皆さんニュース分かったと思うんだけど、多分もちろんみんな元から知ってると思ったんですけど、とりあえずね、このニュースを伝えて、でさらにその他の YouTuber と他の人たちのその考え方や、そのこのニュースに関してどういうふうに思ってるかの動画も
何個か撮っておいたので、それをみんな一緒に見て、でコメントで感想を教えてくださいということで、動画の続きを楽しんでくださいって言ったところだけど、まあ楽しむべきもんじゃねえんだよな、とりあえず動画最後まで見ててください。しなかっただけだよ、日本だけじゃないよ、だいたいそうやって言ってくんだよね、検査しなかった、他の国もそうだよ、検査しなかっただけだわ、うん、だから今はね、一人一人が危機意識を持たなきゃいけないけど、かといってじゃあ今国が言ってるように自粛しなきゃいけないかって言ったら、それも間違いなんだよ。みんなが家から出なければ経済が止まってしまってね、コロナに感染しなくてももう首吊って死ななきゃいけない人間が出てくるわけだから、俺が思うのは、しっかりみんなが予防して、しっかりみんなが免疫力を高めて、行きたいところに出かけて、しっかりお金を使って、ね、経済を回すってこと。だって自粛して店やね、出かけなくなって売り上げ上がらなくなった店を国が保証してくれないんだから、今は海外はしてるよ、そんなの決めです。お花さんは どこの情報からですか、海外が全員検査してるっていうのは。僕つい最近までカンボジアにいましたけど、カンボジアで検査はその頃行われてなかったですよ、実体験です、自分が目で見てきた情報ですけど。お花さんはあなたがどこで見てきた情報を言ってるんですか、うん、僕は僕の経験で話してるんですよ、海外も検査してないって。その僕に言ってくるってことは、あなたも自分の目で見て経験したことを話してるんですよね、ひょっとしてネットで知り得た情報だけで言ってないですよね。だから責任を国にしたくなるのはわかるけど、今国を敵にしたって違うでしょということを言ってる。国によってはこうドライブスルー方式で検査をし始めたところもあるけど、感染者が多い国は検査はしてるけど全員検査してるわけじゃないですよね。日本だってそうですよね、同じですよね、大差はあれどってことを話しているんです、わかりますか、うん、日本だってそうよ、検査してなくてオリンピックが延期決まってからそれまでの、ね、感染者の数を小出しに出てる、ね、うん、感染者はどこの国にも多いですよ今、俺が言ってること分かりますか。あの志村けんさんが亡くなったらしいですし、あのコロナウイルスで今速報入ったんですけど、もうなんか言葉が出てこないんですけど、うん、いや、え、なんか動揺が隠せないというか、自分ね、生まれた時からもテレビに出ててバカ殿とか、あとは天才動物園とかね、いろいろ見てきて、なんか本当に衝撃すぎて、なんか頭真っ白みたいな状態ですね。まあすごく好きなね、方だったので、大御所ですし、やばくないですか。多分同世代の方とかね、びっくりすると思うんですよ。ちょっと本当にうまく言葉にできてないんですけど、あとあのタイトルでつってすいませんでした。いやー、びっくりだな。新型コロナやばいですね、やっぱり。いやー、言ってたんだよな、俺。あの、動画出してたんですけど、志村けんさんが感染した時に、もしね、亡くなったら大変だな、みたいなことを、まあ、冗談交じりで言ってたんですよ。まさか思わないじゃないですか、亡くなるなんて。やっぱりちょっと高齢者にとってコロナって危ないんですね。
いや、本当悲しいですね。ちょっと話それちゃうんですけど、これで藤波選手とかも亡くなったりしたら、もう自粛じゃなくてさ、外出禁止にしろよっていう。ねえ。いつまでもこんなダラダラと、なんかさ、一週間自粛とかなんか学校休校とかやってるけどさ、中途半端すぎんだよ政府はさ。やるならやるでもきっちりさ、何ヶ月間とかやんないでさ、意味ないでしょ。どんどん感染者増えて、しかもなんか東京オリンピックのさ、延期が決まってからさ、なんかいきなり60人感染しましたとか毎日のように出てるけどさ、おかしくない政府。お前ら何やってんのっていう。もう話になんないでしょ。で、ちょっとさ、ちょっと話逸れちゃって申し訳ないんだけど、本当に。この週末、活動自粛みたいに言ったけどさ、どうせ、今日ね、月曜日から満員電車に揺られて会社に向かう人いっぱいいるわけじゃん。何の意味があったのって。ね、意味ないでしょ。まず電車どうにかしろって。どんどん広がってさ、犠牲者が増えていくだけでしょ。こんな大御所の志村けんさんが亡くなってさ、やばくない？普通に考えて。バカだろ、ふざけんなよ。まあ、こう考える人も多いんだけど、彼の気持ちは分からなくはないんですけど、なんだろう、なんか違うような気がするんだよな、なんか。絶対なんか違う。なんか俺はどっちかって言ったら、さっき前見せた動画の彼の考え方と同じかな。やっぱこの、ね。志村、ね、よりも先にそのコロナウイルスでいなくなった人何人かもいると思うんですけど、しかも彼がその年的にもその、ね、コロナにかかって、あとあれですよね、多分あんまり健康ではなさそうですよね、見た目からしても。だから多分こうなってしまうにはしょうがないだろうと俺は思うんですよね。ただそう言ったらみんなぶち切るだろうと思うんだけど、今日は志村けんが今話題のウイルスに感染したと話題になってますね。これを見てもとは志村けん羨ましいですね。何かというと、今新型コロナウイルスの日本の感染者って1000人ぐらいしかいないんですよ。それに比べて日本の人口って1億人近くもいるんですよね。つまり感染する確率って10万人に1人の確率なんですよ。わかりやすく言うと、宝くじに当選するようなものなんですよね。まあ、なので、まあ、そんな低確率の枠組みに入れた志村けんは、羨ましいな、と思いましたね。志村けん、素直に喜べよ。はい。ちょっとそのポジション変えたけど、こういう考え方する人もいると思うんだけど、これはちょっと、まずいね、この考え方。まあ、確か言ってることは、ある意味ではね、ちゃんと言うけど、ある意味では間違えてないよ。確かにその感染する割合というか、あの確率で見れば、まあ確かに本当に、まあなんだろう、宝くじ当たったようなもんだけど、ただこれは宝くじどころか命なくす危険性があるものだから、素直に喜べはちょっとこれはまずくねえかって、それ考えてみる。自分の親とか おばあちゃんおじいさんとかだったらさ、ね、こういうコロナってやつに感染してさ、でいなくなってさ、君は喜ぶのかってなるよな、喜べるのかっていう話だから。こういうね、遠く離れた方々だからっつってこういうね、どうでもいいこと言うのもあんまり良くねえと俺思うんだよな。まあ確かにその死んだって言いたくないけど、いなくなったというのはしょうがねえことだと俺は思うよ。ただ喜べっていうのはあれはちょっと病気だと思う。その考え方はちょっとあまり病気だよ。こういったワンちゃんこの人も感染してるかもしんねえ。まあとりあえず次も見てみよう。おい、ケン、聞いてるか。今な、一番きつい時期だと思うけど、俺さ、今回お前があれにかかってよかったと思うんだよね。それなんでかっていうと、またお前が人気者になるチャンスなんだよね。
まあお前自分でも気づいてると思うけどさ、もう全然人気なかったじゃん最近。好きな芸人誰ですかって聞いてさ、さんまって答えるやつはいても志村けんって答えるやつはいないだろ。それが現実なんだよ。で、まあ、そこで考えたんだけど、どうやったらまたお前が人気者になれるかっていう方法なんだけどさ、一つの手段として流行りに乗っかるっていう手法があるんだよ。例えばさ、今流行りの服とか髪型にしたらさ、モテたりとか、あ、それかっこいいね、かわいいねって言われたりするでしょ。まあ、それと同じで、今流行りのさ、あれをお前はこう身にまとったわけでしょ。それってすごくチャンスなんだよね。しかもかなり早い時期に身につけたわけだから。だからこそ今ね、世間がみんなお前に注目してるんだよ。で、ここでさ、今回のこれを乗り越えて、またお前が面白いことをやれば、お前の時代が来るんだよね。絶対乗り越えろ。で、また、昔みたいにさ、俺を笑わせてくれよ。いやー、なかなか難しいこと言ってると思う人多いと思うんですけど、俺もちょっと最初は何言ってんの残しそうと思ったけど、まあ最後はね、言ってることは間違いねえんだよ。あなた、その志村けんがさ、これでこのコロナウイルスってやつをもし乗り越えれてたとしたら、結構人気者になってたには間違いないだろうね。考えてみ、その年で70歳でそのコロナにかかって、でそれを無事乗り越えられてたとし、日本語難しいな、なんつうの、乗り越えてたらあってのかな、まあ日本語難しいとして、まあとりあえず通じるだろう。まあ70歳でそれを乗り越えてたらね、すんごく人気者にはなったら、俺も結構好きだったし、めっちゃ見てたの昔は。ただ最近確かに見てなかったね。あの人に言ってることは間違いなしな。最近人気あんまりなかったと思うんだよな。だからその人気になるにして、その手段としてはありだったんだよ。ただその志村けんがね、残念ながら彼の言う通りには乗り越えられなかったんですよね。それが一番ショックなんだよな。まあこれで彼の言ってたかっこいい言葉が全部台無しなんですよな。まあそういう考え方もあったという話ですよ。うん、まあこれからも世の中続くから、残っている人今に来て俺らたちがね、その大切なというか すべきことをして、今のウイルスというものが乗り越えるべきだと俺は思うんだよな。そういうことですよ。まあこの動画というか、このタイトル見て俺はちょっと思ったけど、タイトル考えようぜって話なんだよな。このタイトルとしてさ、マジありえなくね。やばいよタイトル。まあ動画見てみたけど、どんな動画だったか分からなかったけど、なんか泣いてるような気がしたけど、やめようぜこういうタイトルは。さすがにこういうね、志村みたいに有名な方々やスーパースターとかがいなくなってから、その国が行動を起こすのはあんまり良くないと思うんだよね。なぜかというと、その志村よりも先にね、コロナウイルスで家族を亡くしている方々も多いと思うから。でその時は国が全く、ね、行動を起こされなかったけど、なんかスーパースターがいなくなってから行動を起こしたりとかすると、逆に差別に当たるんじゃないかと俺思うんだよな。もう同じ日本人同士だとしても、まあその日本人たちはね、俺は日本人じゃないけどさ、そのスーパースター大系の時に反応して、まあ一般人というか一般ピーポルの時は大体無視で流したりすると良くないんだよな。
やっぱそのあとその国が止めねとか言う人も多いと思うんだけど、国がさその何も動かなかったとしても自分たちで動けばいいんじゃねえかって俺は考えるんだよな。例えばコロナウイルスに移りたくないから俺は仕事行かねえって思えばさ、仕事行かなければいいの話だと思うし、電車乗りたくないと思えば電車乗らなければいいし、まあそう、みんながそう考え、みんながそんなその仕事やあちこち止めてほしいなら、みんなで行動を起こせばいいんじゃねって俺は考える。なんで国の手術が、なんで国に言われなきゃいけないと考えるのだろうねって俺は思うんだよね。自分で考えられるのじゃねえのかって。自分で考えれるのになんでその誰かに言われてからやらなきゃいけないって思うし、あと俺が思うにはその何も変えない方がいいと思うんだって。その仕事や電車乗らなかったからっつって移らねえとは限らないし、例えば自分の家族で誰かが移ったらさ、それと同じように自分もかかるし、あと移っても気づいてない人も多分いっぱいいると思うし、あとテレビで出されてその感染者の人数も多分あくまでその移ってることに気づいた人々の人数だから、まあ、おそらくそれよりも大勢いるだろうと思うから、一番大事なのは焦らずにね、その一般的なことを知ってれば、まあなんだろう、ちゃんと食べるとか運動するとか手洗いやシャワー、まあシャワーみんな浴びてるだろうと思うけど、まあ一般的な生活してればかかることはないんじゃないかと俺は思うんですけど、まあね、志村けんのことに関してはみんな多分ショックだと思うし、俺もショックなんだが、しょうがないと思うんだよな。多分あんまりそれでパニックったりすると逆に悪い影響になると思う。ただ今日本でも感染者が増えてると思うんだけど、日本だけというか世界的に増えてると思うんだけど、あれなんだよね、みんなパニックってるから増えるんだよ逆に。普通にパニックらなければ多分減るんじゃねって俺は考えるんだよな。普通にもう何もなかったかのように生活してればね、健康第一で生きてれば特に何もないと思う。だって志村けんタバコを吸ってるんじゃなかったっけ、まあよくわかんないけど、おそらくね、年もあってそれに健康ではなかったから、そういう結果になるのはしょうがないことだと言ってはいけないんだよな。俺もめっちゃ好きだったよ、日本来た時は。最初はもうずっと見てたよ。まあ途中で見なくなったけど、まあ知らない人はいないだろうと思うって話なんだよな。やっぱね、その責任を全部国に回すのは良くないし、あと国って言っても結局その国は君らたちというか、あなた方日本人たちだと思うから、国って言うんじゃなくて自分たちで行動を起こすのが一番いいと思うんだよな。まあそれが一番大事で、まあ多分俺はあんまりそんな焦ってないけどね、なんとかなると思うよ。そのみんながちゃんと一人一人がしっかりしてればって話だから、それが一番大事で、まあとりあえず続き見てみよう。